はい、どうも皆さんこんにちは、こんがりです。というわけでですね、本日もメンタルブレイクアウトやっていこうと思います。はい、ということでですね、本日私がいただくのはハードカバー ×6個ってことで、今回もね、ウーバーやっていこうと思うんですが、まあそんなことはですね、正直どうでもよくて、今回ね、めちゃめちゃ強い MPX っていうのをね、作ってまいりましたので、ちょっと紹介していこうと思います。はい。これね、農場でね、まあモーテル4立てした、まあ MPX になるんですが、ちょっと映像は撮ってなかったです。はい。まあ完全プライベートでね、ちょっと金策しようかなと思ってやったんだけどさ、まあ、これでね、4盾かまして、まあ、50万レイド、まあ、信じるか信じないかはあなた次第なんですが、とりあえずね、まあこのカスタムでですね、まあ、お値段が、まあ、6万円かかんないぐらいかな、5万ちょいぐらいだと思うんですけど、まあ、それはね、日によって違うと思うんですが、まあ、とりあえず、まあ、5万ちょいでですね、基本ステータスが垂直89の水平81、エルゴ67の精度27、腰ダメ74の有効射程67、追加ステータスマガジン点々プラス 25%、 マガジン点々プラス 30% ってことで、これがねめちゃめちゃ強かったんでね、皆さんにも、まあ、ご紹介したいかなと思いね、今回作ってまいりました。はい、まあ、軍港にね、今回行くんですけど、まあ、この MPX ね、まあ、非常にまあ相性いいかなと、まあ、軍港もね、まあ、モーテルも、まあ、どっちもね、制圧できる、まあ、パワーは持ってますので、まあ、皆さんねよかったら作ってみてくださいということでね、早速軍港を縛いていこうと思います。レッツゴー。はい、ということでですね、バイザーが割れてます。こんにちは、いらっしゃいませ。とりあえずね、ノンリコイルで撃っていきましょうか。まあ、こんな感じ。いやマジでさ、これはね強いんですよ。うん、なんかね、やっぱりお金をかけたらさ、まあ、強い武器作れるの当たり前じゃないですか。だからいかにねお金をかけずに強い武器を作っていくっていうの、それがね、まあ、命題の可能性もある。はい、まあ、それがですね、まあ、メッセンジャーですよね。とりあえず5層でもね全然やれるんですよ。まあ、こんな感じ。まあ、キル速ちょっと出ないかなって思いつつも、まあでも全然いいんじゃないでしょうか。はい、あ、てかこれ5層じゃなくて6層かもしんないな。6層相手にこれですよ、やーぶい。で5層相手にどんなもんかっていうと、まあ、こんな感じ。全然キルできるでしょう。うん、僕5層縛いたんでね、この武器使って、まあ、全然余裕で、まあ、全然前世って感じで、まあ、4装備に当ててみると、まあ、こんな感じで余裕、さらに余裕ということで、まあ4、5、6何が来てもね、全然大丈夫。まあ、弾はね 7N31 弾なんですが、まあ、ということで、まあ、今回ね、まあ、こんな感じで、敵しばいていこうかなというふうに思いますので、まあ、皆さんね、ぜひ最後まで見ていってください。はい、ということでですね、秒速 2cm でマッティングしました。対戦よろしくお願いします。いやー、軍港というね新マップなんですけれども、皆さんね遊んでいらっしゃいますでしょうか。僕はですね全く遊んでない。はい、まあ、大会でね、結構周回はしていたんですけれども、まあ、実際動画化っていうのはね、全然されてないんじゃないかなって思いますね。はい、あんま面白くないんだよな軍港って、正直。うん、まあ、僕忖度抜きにね、ちょっとまあ公式パートナーでありながら発言するでおなじみなんですけれども、なんだろうなここ、やっぱさ芋ポジが強すぎるっていうか、なんかしょうもないんですよね。うん、だからね、まあ、このマップはまあ遊ばないと思うんですけど、なんかね、中国版の方ではなんかあの鉱山だっけら、なんか新しいマップがね追加されるみたいなんで、まあ、そういったところがですね、まあ、非常に楽しみですよね。はい、とりあえずレストランにね、この物書きをですね届けないといけないので、まあ、一旦ちょっとね、そっちが行きましょうか。いや怖いな。とりあえず鎮痛剤でも打っておきましょうか。パクパクタイム、まあ、打つっていうよりか飲む。はい、日本語って難しいですよね。鎮痛剤を打っても飲んでもまだどっちでもいいんですが、まあ、とりあえずこっち側から回っていきましょう。怖っ。いや100いるよな。いや脇ポジが分かんないんですよマジ軍港、本当に怖い。そっち側誰、お前人か、人じゃん人。はい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 、ウーバー配達員をまずはしばきました。対戦ありがとうございます。こういうこと、強くないこれ本当に。この MPX さマジでどっちもできるんですよね。これだよこれ、こういうことなんですよ。この MPX ガチ強だから本当に。ちょ待って、これいるか、いそうだよね。いない、もしかして。いや、いるよな、確実に。ちょ、待って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 。なんかいそう。あ、いるわ。絶対いるわ。あ、ちょっと待って。ただこれさ、速攻芝居ってさ、行くか。このウーバーバッグ高いんだよ。はい、やったぜ。でもさ、これちょっとね、
あんま入んないんですよね。特にさ、配達前だとね、もうこうやってパンパンなわけ。さあ、カードとかいうわけのわからんものはしっかりと縛っておきましょう。僕の Uber の客はそんなものは求めてないんで、とりあえずロールアッピングしていきましょうか。ちょ、マジで今さ、撮ってるからやめて。本当に来ないで。ちょ、マジでやめてほしいわ。ちょ、絶対来んな、絶対来んな。はい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 。この辺しっかりと縛いてあげて。オッケーオッケーオッケー。じゃあもう行きましょうか。ちょっと欲張らせて。ちょっとポケットの中も欲張らせて。ありがとう。答えは聞いてない。よし、とりあえずね、撮りました。じゃあ行きましょうか。こんは。軍港の脇ポジとかわかんねえしな。どこが強ポジかもわかんないから。経験あるのみだとは思うんですけど、その経験をですね、まあ、積む時間が僕にはないわけですよ。まあ、時間がないとか言ってるやつはもう一生ね、成長しないんで、まあ、皆さんね、時間のせいにするのはやめましょう。とりあえずあいつ芝居とくか。邪魔。MPX 本当に強いよ。このカスタム。マジでね、俺、最高のね、MPX を作ってしまったかもしんない。これガチのマジでおぬぬめ。はいはいはい。近距離もね、まあ、レーザーつけなくてもしばけますんで、この通り。とりあえず、まずはね、ちょっとここでね、お茶タイムしましょうか。はい。エナジードリンクガブ飲みタイムからの、ここでマガジンリロードタイムかましまして、ASMR のお時間しようと思ったら、マガジンがまさかのボローンしてしまっている。はい。これがですね、マガジンボロンタイムですよ。はい。新しい時間です。そしてここでですね、まあカチカチカチタイム入ってあげて、おい、鎮痛はまだいいか。いや、まあ鎮痛しといてもいいけどな。なんかトワイライトアパート攻めているんですが、僕はですね、まあそんなことよりも、まずはレストランに行きたい。船乗りの笛を届ければ脱出地点が解放される。ここ行きましょうか。じゃあまあレストラン行ってそっから脱出するみたいな感じで。もう余裕じゃないか、これ。レストランに届けるウーバーって何？レストラン大迷惑案件ですよね。ちょっと待って。いったー！いや、嘘でしょ。もう、マジかよ。いや、レストランいるの？もうちょっと、いや、まあ、いる、もう、ほほほほ。もうやですよ、本当に。もう何このゲーム、マジで。もう嫌い。もう本当に嫌い。いや、ちょっと、ウーバーのためにさ、買ったアイテムたちもね、あれ3万円ぐらいしてるんですよ。もう、マジかよ。いや、ちょっと嫌な予感したんだよな、ちょっと。スカブかなって思って、ちょっと甘えちゃったわ、最悪。いや、もうあれ、足音3つぐらいあったからさ、もう絶望だよね、普通に、プレイヤーだったら。マジか。てか、全然見えねえ、建物の中が。本当に。これ嫌いなんだよね、もう、マジで。あの、外側からね、建物の中に入るときね、もう暗すぎて見えないんですよね。マジで、ちょっとほんと勘弁してくれよ、もうこんな真っ暗じゃん。あー、まあしっかりと僕の足音聞いてるか、これ。うわー、たるいわ、これ、ほんとに。お前 GS2 か。よくわかんないけど、MPX だしな。うわ、最悪。うわ、もうマジで最悪、もうほんとに。MPX やめろ、マジで。消えてくれ、ほんとに。頼むからもう。この世界から MPX という武器をなくしたい。もうマジかよ。まあ、どうせね、7N31 弾でしょう。もうダメだ。うわぁ、マジか、バイザーか。まあ、そりゃしょうがねえよな。